どうも皆さん、ドクター歯科衛生士 A2E のあかねです。毎日配信、今日も気合い入れていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さん、就職活動は始められているでしょうか？就職活動、非常に重要だと思いますので、ぜひ A2E チルドレンになって、A2E 私たちと一緒に就職活動を成功させましょうという活動も行ってますので、そちらも概要欄からぜひ詳細チェックしてみてください。それでは今日の内容いきます。本日はですね、午前の7番の問題に行きます。さあ、こちら、必ず動画を一度止めて、自分でわかるかなと、回答できるかなというのを考えてみてからですね、動画の続きを見る習慣をつけてください。さあ、どうでしょうか。こちら、アミノ酸の構造です。で、アミノ酸って大元というと、何ですか？アミノ酸、皆さん筋トレしてますか？私、趣味で筋トレやってます。筋トレ大好きです。筋トレーニーにおいて、タンパク質、アミノ酸、プロテイン、もうお友達みたいなもんで非常に重要な欠かせない必須アイテムでございますけれども、そんなアミノ酸大元はタンパク質です。まあ、つまりこれはタンパク質の構造と言ってしまってもいいわけですけれども、この構造を見てどこがタンパク質、アミノ酸の基本構造なのか、どこを見てあこれアミノ酸だと気づかなくてはいけないのかというところなんですけれども、この2つですね、2つ。NH2 と COOH。この2つが見つかった瞬間、あこれはタンパク質、アミノ酸の基本構造だと必ず見分けられるようになりたいわけです。で、それぞれ COOH と NH2、 これは一体何ですかという話なんですけど、どうでしょうか。というと、まず COOH はこちらはカルボキシル基です。そして NH2、 こちらがですねアミノ基になりますので、アミノ酸ときたらこのカルボキシル基とアミノ基、この2つの構造があったら、あこれはアミノ酸だと、タンパク質だというふうにですね、必ず見分けられるようになりましょう。ですので、この問題の答え自体は非常にシンプル。これこそまさしく A と聞かれたら B と答える A イコール B の比較的難易度の優しい問題になっております。なので、この問題の答えは、はい、カルボキシル基というのは COOH のことですから、選択肢の ② B が答えということになります。当然ながら皆さんがこの問題をやり直しするとき、これで終わってはいけません。当然、アミノ基、カルボキシル基があったら、それはアミノ酸、タンパク質の基本構造だ。で、カルボキシル基は COH、アミノ基は NH2 だと。これ分かれば OK なんですけど、ただ、さらに広げて確認する必要があります。そこで一つクエスチョン。はい。これ、何ですか？これを、この構造を見て、何か答えられるでしょうか？これを答えられるようにならないと、広げてやり直ししていることにはなりません。構造はですね、答え言ってしまいますと、これは D フルクトース、まあ、いわゆる加糖の構造です。これを見て、これがフルクトース、加糖だということを分からなくてはいけない。分かるようになった上で、この今回の午前7番の問題のやり直しが完了ということになるわけです。ただ、今回のこちらの動画では、細かく、じゃあこれはこうで、グルコースとフルクトースの構造みたいな詳しい話はしません。なぜなら、A2E チャンネルでは過去にですね、糖の基本構造の話から始まり、まあ、栄養素の構造ということで、代表的な栄養素の基本構造の話は、すでに過去の動画で上げております。ですので、今回の問題で、まあ、今のアミノ酸のね、アミノ基、COOH、カルボキシル基、この辺がわからなかった方、そもそもまだこの内容やってないよという人は、ぜひ今日のこの動画が終わった後にでもですね、概要欄に URL 貼り付けてありますので、こちらの2つの動画、糖関連ということで、この上の動画では本当に糖の話をしています。一つ前のスライドで D フルクトース、これ加糖の構造ですよというお話をしましたけれども、その見分け方、グルコースとフルクトースがどういう基本構造を持っているのか、まあ、それぞれの特徴と違いというのをですね、お話ししておりますので、ぜひこちら上の動画、糖の話、糖について勉強してもらいたいと思います。そして下の動画はですね、同じように栄養素の話なんですけど、今回のこの午前7番の問題でアミノ酸、タンパク質の基本構造が問題として出てきました。で、私たちの栄養素の3大栄養素は糖、タンパク質、脂質ということで、この3大栄養素3つの基本構造については必ず押さえておかなくてはいけない範囲になります。で、この基本構造についての話を下の動画でしてますので、まあ、おすすめとしますと、まず糖の形を確認します。代表的な糖の基本構造、化学式を確認し、その上で下の栄養素の構造、糖以外のですね、タンパク質と脂質の基本構造について押さえていくという流れでですね、上の動画見て下の動画見るという手順をおすすめします。まあ、そんな感じでですね、化学構造については、だいぶ前まではですね、まあ、模擬試験レベルの話だったんですけれども、最近はこんな感じでですね、毎年、ないしは2年に1回、基本構造、化学式、
化学式を用いて栄養素について判別するという問題が出てきていますので、皆さん勉強しないわけにはいきませんよ。ということで、ぜひこちらの動画広げてですね、基本構造について確認してみてください。なので今回はこの動画では詳しくはお話ししません。はい、今日はもうこのままね、 AM9番の問題に行きます。 A2E と一緒に就職活動の準備しませんか？ A2E チルドレン募集してます。8番の問題はスキップです。勉強したい人は各自でお願いします。はい、9番はですね、これも微生物の内容ですね。グラム陰性菌の表層構造も式図に示しますということで、さあどうでしょうか。こちらおそらく32回を受験された多くの方がですね、うわーこんなんやってないよ、もうパス、あ適当にもう A かな B かな C かな D かなってことで適当に回答した方が多かったような内容になっています。ただですね、最近この微生物の菌の範囲というのもですね、主要な範囲については無視できません。毎年ないしは2年に1回はこの範囲出てきますので、ぜひとも早々に押さえておきたい。32回に出たからには33回を受験する皆さん、必ずこれは広げて勉強しておく必要がありますということをお伝えしておきます。はい、その上でクエスチョンです。この問題自体は科目試験でやったからちょっと覚えてますよとか、まあ、構造の問題なので覚えておけばね、わかる。 A イコール B、 A と聞かれたら B とも答えるという比較的難易度の優しい問題にはなっていますけれども、ここで広げてクエスチョンするとしたら、はい、まずそもそもこれグラム陰性菌と言ってるんですけど、グラム陰性菌の特徴としてグラム染色で染まりますか？染まるとしたら何色ですかっていうことなんですけど、さあまず一つ目のクエスチョン、そして二つ目のクエスチョンは、このグラム陰性菌は内毒素、まあ、LPS と言いますけれども、内毒素 LPS を持っているでしょうか。さあこの二つのクエスチョン、必ずこれをね答えられるようになる必要がありますよ。まず一つ目のクエスチョン、グラム染色で染まるかというと、まあ、名前的にもグラム陰性菌という陰という、もういかにも罰ですよね。陰に対して陽なんで、グラム陽性菌であればグラム染色で染まってます、だからグラム陽性なんですけど、グラム染色で染まらないものがすなわちグラム陰性になりますので、これグラム陰性菌ですから、グラム染色で染まりますかというクエスチョンに対しては当然染まらない、染まらないからグラム陰性菌と呼ばれているわけです。そして2つ目のクエスチョン、グラム陰性菌は内毒素を持っているでしょうかということなんですが、こちらは内毒素を、はい、イエス、持っています。内毒素を持ってます。グラム陰性菌に内毒素を持ってます。イメージとすると、グラム陰性菌はグラム陽性よりもちょっとやばいというか、状態悪い時に見られる菌という想像をしてください。ですので内毒素も持っています。そしてこのグラム陰性だったりグラム陽性だったりの詳しい話というのも A2E チャンネル、すでに過去の動画で上げております。こちらの動画、少し長めの動画にはなってるんですけれども、微生物ノータッチもう大嫌いっていう方、ぜひこのポイントだけは留めておこうねということを、もうどん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 上げている、お話ししている内容になってますので、こちらの動画をぜひ見てみてもらいたいと思います。まあ見た上でですね、自分で覚えられるところを覚えておいて、覚えられないところはですね、また模擬試験の中で登場した時にまた動画見直してもらうと、あこういうことだったんだっていうふうに理解を深めてもらえるかなと思いますので、とりあえずまずは動画をね、この今日の動画終わった後にでも広げてみてほしいと思います。今回はこの問題の解説ということで、まあ、答えを一緒にポンポンと見ていきます。まず丸1番、これは何かと言いますと、こちら繊毛ですね。このうにょうにょしてる繊毛です。繊毛というのは微生物のこの体においてね、どんな役割を担っている部位になるでしょうか。はい、繊毛と言いますと、これ泳ぐとかじゃないんですね。なんかオタマジャクシの尻尾っぽくて、泳ぐ運動に関わる部位なんじゃないかと勘違いしてしまうと、それは間違いです。繊毛はですね、こう動くというよりかはどちらかというとへばりつくためにあります。へばりつくための吸盤的なトゲ的なイメージになりますので、繊毛は付着に関与しています。まあ微生物は何かにこうくっついて、そこに寄生して悪さをするということになりますので、その寄生するときにくっつくための、まあ、吸盤手みたいなのが必要なわけですね。その役割を果たしているのが繊毛です。決して運動ではないということ、これを頭に入れておきましょう。そして丸2番なんですけど、丸2番、これは覚えるべきなのかどうか、個人的にはちょっとどうかなと思います。別に覚えなくてもいいかなとは思うんですけど、一応名前だけ、丸2番のこの星状のなんか管みたいになってたんですけど、これをポーリンと言います。これ一体何というと、外膜のこの間にあるストロー的な、管的な、トンネル的な存在だと思ってください。なので、何かこう、物質を運ぶ、物質を運搬する時のトンネル、管だというイメージで、ポーリン。そんな感じのものでございます。丸三番がですね、太い海藻みたいなやつで、若干繊毛と様子が似てるんですけれども、まあ繊毛と違ってね、本当に一本の管みたいな、ホースみたいな形をしている特徴があります。で、こちらが弁毛ですね。これがいわゆる運動に関わる。
微生物の運動に関わる部位というのは繊毛ではなくこの鞭毛ということですね。押さえておきましょう。はい、運動に関わります。そして最後丸4番ですね、丸4番はもう外膜全体をもう示しているというか、外膜の外のさらにこのうにょうにょのそれこそ海藻っぽいところになりますけど、ここを合わせて要はこれをリポタトウと言います。リポタトウで、このリポタトウがすなわちLPS 内毒素を意味します。つまりこちらの表面はグラム陰性菌の表層をね細かく示している図になっているわけで、グラム陰性菌というのはこの外膜の外側にリポタトウすなわち内毒素を持っているという、これが内毒素ということなんですね。自分の外の表面にも毒素となる内毒素を持ち合わせている、まあ、内毒素を外にコーティングしてあるようなイメージがグラム陰性菌になりますので、ぜひこの構造をですね押さえておけると、あ、これはグラム陰性菌だ、 LPS リポタトウ内毒素があるということはイコールこれはグラム陰性菌ということで判断できるようになる必要もあります。どんな人がなるといいと思いますかね。求人ではわからないようなこと知りたいなっていう子たち、就職で失敗したくないって思う子たちに進めたいなって思います。それでは問題自体はね比較的簡単です。もうこの構造が分かってれば、すなわち A というのを覚えていれば、聞かれたらそのまま答えればいい A イコール B の問題になります。グラム陰性菌の表層構造、さあリポタトウはどれですかということなので、はい、どれでしょうか。もう簡単ですよね。はい、リポタトウはどこかと言いますと、この外層の部分プラスこのワカメのような海藻のような部分を合わせたところということなので、答えは D 丸4番ということになります。でちなみにこのリポタトウというのはすなわち内毒素のことなんですけど、内毒素の主な、まあ、目的というか何をするのか、菌としてね私たちの体、歯周組織に何かしらの問題をもたらすものというのは想像できると思うんですけど、具体的に何をしでかすものなのかというと、はい、歯肉組織を破壊することだったりとか歯槽骨を吸収すること、まあ、これがですね内毒素の主な役割というか、これがあるからこそ内毒素は厄介なやつ、内毒素を持っているグラム陰性菌は非常に厄介、歯周病の予防だったりとか歯周病を治療するときにはこの菌をいかに減らすかいかになくすかっていうのがポイントになるということですね。さあ今内毒素 LPS のことたくさんお話ししたんですけど、もう一つ毒素には内毒素があれば、その、まあ、配合というか似たような言葉で外側と書く外毒素があります。この外毒素と内毒素の違いって何かってところまで区別できると強いかなと思います。さあクエスチョン2つ挙げてあります。1つ目、生きた細菌が菌体外に分泌したタンパク質のことは内毒素と外毒素のどちらのことを言っているんでしょうか。そして2つ目のクエスチョン、さあ熱に強いのはどっちですかということで、これがですねそれぞれ答えられれば内毒素外毒素の特徴が区分けできていると、この2つのクエスチョンもバッチリ回答できるようになるわけですが、さあどうでしょうか。まず1つ目のクエスチョン、生きた細菌が菌体外に分泌したタンパク質、まあ、これすなわちですね生きた細菌が外に出している、自分の体の外に出しているものになりますので、はい、これ外毒素ですよね。さっき LPS 内毒素は先ほどの表層構造の一部の中に入ってました。つまり菌体外、菌の体外には出てないですよね。菌の体外に持ってるから内側だから内毒素という名前かもしれません、まあ、名前だと思います。一方で外毒素は菌の体の外に出している毒素になりますので、まあ、外ということで外毒素という名前なわけですね。で、ちなみにこの外毒素というのはですね、生きた細菌が分泌した毒素なので、内毒素よりも毒性は強いです。毒性強いです。なぜなら、生きてる細菌が出しているものですからね。ですので、外毒素というのは生きた細菌が自分の体外に出して生まれた結果の毒素なので、生きてるものが出してますので、それはなんか元気そうな、あ、すごいなんか絞りたてというか、あ、まだまだ動きありますねみたいな強そうな毒素というのは想像するにたやすいかなと思います。そして2つ目、じゃあ熱に強いのはね内毒素と外毒素のどちらでしょうかというところなんですけど、熱に強いのはですね、はい、こちらは内毒素になります。まあ、体の中にね入ってるかなというところで、内毒素の方が熱に強いわけですね。ですのでグラム陰性菌を殺す死滅させたい時には滅菌が必要になるわけですね。はい、滅菌が必要になります。熱に強いからこそしっかり滅菌しなくては、ちょっと100度の環境で煮沸したりしても死なないっていうのがこの熱に強いゆえんなんですね。だからこそグラム陰性菌は熱に強くて100度で煮沸したぐらいじゃ殺すことができないから、さらに熱を加えて殺すということで滅菌という方法を取るわけですね。
ぜひこの2つの特徴を押さえておきましょうということで、まあ内毒素外毒素のそれぞれのさらに他にも特徴を押さえておきたいところいくらかあります。そちらについてはこちらの動画でお話ししてます。でこちらはですね、だいたい11分29秒、まあこれも比較的長めの動画なので、まあできれば全部ね最初から最後まで見た上で今回の部分確認してもらえるといいかなと思うんですけど、まあまずストレートに今日のところだけ先にかいつまんで確認したいよという方は、こちらの動画の11分29秒のところでですね、内毒素と外毒素の違い、それぞれの特徴というのをですねお話ししてますので、ぜひこちらの動画広げて確認するようにしてください。ということで本日の内容は以上になります。これからも引き続き頑張りますので、明日も頑張りましょう。 A2E では就職活動のサポートも行っています。まずはお気軽にズーム面談してみましょうということで、それでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。A2E チルドレンになったきっかけ、1個目の歯科医院、勤める歯科医院で絶対に失敗したくないなっていう思いがあって、 A2E のあかねさんだったらいろいろな情報をくださるかなっていうふうに思って決めました。